こんばんは、IFIAM の時間です。 IFIAM では、毎週木曜夜9時から復興を考えるソーシャル学生ネットワークということで1時間のユーストリーム番組をお送りしております。今日も、会場に使わせていただいているのはこちらの NPO 法人ファイブブリッジの会議室です。ファイブブリッジでは、面白い大人や大学生が集まっていろいろとですね、面白いことをやっていますので毎回ここがざっくりしすぎてるって言われるんですけど、月曜日特にですね、何かお時間のある方はここを訪れてみると何か面白い発見があるかもしれません。ということでよろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、今日はだいぶ不穏な空気が出てますね。一人すごい人ですね。私はそうですね、私服が売れてるってのはおかしな話です間違いみたいな。ということで今日はですね、はい、何をするんですか。じゃあちょっと、はい、教えてもらいましょうか。今日はですね、はい、先週、先々週あたりがずっと宣伝してたんですよね、番組中に。今月中にこの8月から、大体夏祭りとかも僕いっぱいあるので、なんか宣伝できたらいいなとお話ししていて、はい、特集を組もうということで、今週7月第最後の週間、第4週ということで、東北夏祭り特集というのをやろうと思いまして、はい。はいということで今日はこうロン君以外はこうお祭りの格好でまあそういうことで夏祭り特集でございます今日は。はい、ということでですね、僕も、もう僕も私服で行こうと思ったんですけども、まずいなということで急いで、まあ、ドンキホーテで、あ、そうなの、準備を買ってきました。はい、ほう、だからまあ足はまあアディダスのサンダルなんですけど、ゴム製です、申し訳ないです。はい、でもちょっとわらじも揃えられればよかったんですけど、まあ今日はこんな感じで夏祭りをですね、はい、浴衣女子にですね紹介してってもらおうという感じです。はい、ロン君は養生男子ですか。そうです、養生男子、養生男子っていう、ああそうそういうジャンルはあるんですか。ちょっと普段技術的なことやってるんで、そのまんまでした。基本的にロン君技術的なことやってるので、養生テープ、養生テープつけてました。養生男子と浴衣男子、じゃない、養生男子と浴衣女子、はい、浴衣男子に俺がなるっていう話もあったんですけど、浴衣男子になんかやめとけという話を受けまして、はい、今こんなメンツになっております。ということで、じゃあ早速ですね、岩田の方からじゃあ簡単に、まあ、まず知らない人のために自己紹介をしてからちょっと紹介をしていってもらおうかなと思います。学院大学法学部4年の岩田園香と申します。今日はですね、昨日半徹夜な感じでちょっと頑張って準備していったのですごいな、はいはい、それをうまくいかせればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。です、はい、はい、東北学院大学工学部電気情報工学科4年の立花工作です。今日はなんか突然出ることになりました、すいません、申し訳ないです。1人だけ、はい、準備してないんですけど、まあ、こんな感じで。その T シャツいいですよね。これユニクロで900円ぐらいでした。松本太陽っていうね、漫画家が俺大好きで。あ、そうなんだ。そう、俺全然知らないけどそれすげえ素敵に読むって感じです。ピンポン読むと、ほうほう、関係ない話しますけど、はい、まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、東北学院大学4年の加藤ゆりかです。今日は、まあ、先週なんかね、ちょっとそういう話になってたんですけど、私も知らない間になんかこういうことになってて、はいはい、私はすいません、よく分からずにこんな格好してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう来たら岩田が浴衣を持っていて着付けを始めるっていう、はいはい、まあ、サプライズがあったわけですけど、はい、ということで、はい、毎回自己紹介を忘れます。私です。東北大学文学部4年で、そうですね、日本史都市というところで、勉強しております。根本総一郎と言います。こちらの番組では、MC とか、たまにスタッフなんですかね、技術とかをやっております。今日もよろしくお願いします。はい、この番組ではいつもツイッターでご意見やご感想を募集しております。はい、ハッシュタグの後ろに笑顔311をつけてどんどんツイートをお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そしてそのハッシュタグ笑顔311をつけなくとも、皆さんが今ご覧になっているユーストリーム画面の右側にあるソーシャルストリームというところに、文章を書き込んでいただければそのまま反映されますので、そちらもどしどしご利用ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、
じゃあ早速、岩戸の方からですね、東北のお祭りを紹介していってもらおうかなと思う前に、今日の、流れがありましたね。じゃあ今日の流れ、こちらに一応書いてあります。ざっくりしてるんで、はい、非常にざっくりしてるんですけども、まあ、9時から9時5分まで、まあ、今オープニングということで、そこからはなんかあれですね、東北のなんか大会みたいな感じですそうです確かに、あれだけ言うと本当だ野球部とかの時にこういうの見たことある確かに北東北ブロックみたいなあいつら強いんだよ確かに勝ち上がってくるんですよ北東北ブロックのお祭りが紹介されるっていう、そうですね、そういうことですかね、はい、じゃあ9時5分から9時30分までが北東北、具体的に言うと青森とか秋田とか岩手とか、そのあたりのお祭りを紹介していこうと。で、そこから寄せられたツイッターの意見を30分から40分までご紹介させていただきまして、でそこから40分から55分まで南東北ブロックというか、こちらを紹介させていただきます。南東北というと、はい、宮城、福島、山形ですよね、という3つを紹介させてもらいます。そこから、まあ、エンディングがありまして、毎回恒例の、まあ、録画しないで好きなことをしゃべるアフタートークという時間を設けさせてもらおうかなと思っております。ということで、じゃあこういう流れになりますので、皆さんぜひツイッターの意見どんどんお寄せください。はい、ということで、じゃあ、はい、コンテンツに移っていきますかね、はい、北東北代表、はい、北東北代表というよりか、はい、ここがちょっと青森推しな感じなの で、 そうです、ね、結構青森推しな感じのお祭りの紹介になっちゃうんですけど、秋田と岩手ももちろん紹介するんですけど、はい、青森が特にちょっと力を入れているので、ちょっと差がありますよね、力差があります、ね、はい、というわけで第65回、今日第65回なんですね、はい、やむ東北夏祭り特集ということで、では北東北ブロック、はい、まあ、第1に一番最初は本州最北端の青森県から紹介していきたいと思います。旅言いますね、はい、この青森県にはこの夏祭りというのは大きいお祭りが4つありまして、まあ、もっとちっちゃいお祭りとかもいっぱい種類はあるんですけど、今日はちょっと時間もないので4つのお祭りを紹介したいと思います。でちょっとお祭りの数が多いので、ちょっとどこら辺にあるのかなっていうのをこう皆さんに見てもらいたいなと思うので、一番有名な東北三大祭りの一つとも言われる青森のねぶたが、青森市はこの辺ですね。ねぶたは青森市なの。青森市ですね、はい、で次が私の出身の八戸市が三社大祭ですね。この辺にあります、太平洋側ですね。で次が弘前市のねぶた、こちらねぶたではなくねぶたになります。この辺ですね、津軽の方。ねぶたとねぶたは違うんですか？それは後から、後から今はちょっと後からちょっと早かったですね、はい、で一番最後4つ目が五所川原市の立ちねぶた、この辺にありますね。こちらも同じく津軽、この津軽川のお祭り、このねぶた、ねぶた、立ちねぶたとなんか同じような感じがなんでますよね。まずこれもちょっと説明しながらこう紹介できたらいいなと思いますので、はい、たくさんあるねと旅も言ってるので、旅ね、今日旅どこ行ったんですか？旅うち後ろに多分寝てますね。多分そうだ。旅寝てますね。では旅めっちゃ。そのうち来てくれると思います。そのうち来てくれます。スタッフの力で来てくれると思います。はい、その4つのお祭りのうちの1つ、はい、青森ねぶた祭りを紹介したいと思います。はい、先ほど言ったように、はい、東北三大祭りの1つとも言われていて、今写真も出ているんですけど、20代以上のすごいもうきらびやかなこう明かりがもう灯って、その夜にこうすごいもう迫力でね、街を練り歩いて、この 大型ねぶたが市内を練り歩き、勇壮な響きのお囃子に合わせて数万人の羽と、これ羽とって呼ぶんですよ、羽とがランでします。こんな映像出てますね。実はこの今回夏祭り特集ということで、まあいろいろ調べたんですけど、この夏祭りっていうのは結構起源がその由来が同じだったりして、でそのねぶたに関しては七夕祭りの灯籠流しとか眠り流しというものが変形したもので、この眠り流しっていうことがなんか鉛がなまってなまってねぶたになったっていうのがあって、はい、その眠り流しっていうのがその昔からやっぱ夏は暑くてもうすごい疲れるし、でも夜になってもう暑くて寝れないっていうのが続いて、睡眠が十分に取れないから
なんかそういう寝ぼけをこう流してしまおうみたいな、そういうのが始まったというのがインターネット上に書いてありました。はい、インターネット上に、ね、実はこの眠り流しというのがその秋田の竿燈だったり七夕祭りだったりにもつながっている。そうです。でこの青森ねぶた祭り期間が8月1日が前夜祭で8月2日から8月7日まで今年は開催されます。でアクセスの方が青森自動車道青森中央インターチェンジから車で10分、大本線青森駅から徒歩5分ほどで着きますので。親切ですね、すごいここまでとは思ってなかった。俺はアクセスもありますはい、じゃあもう青森駅とかはもう全然新幹線とかで行けるんですか。そうですね、行けますね。じゃあバッチリですね、これね。青森駅ですか、新青森駅。そうですね、新幹線では、新青森まで来て、そこからまあ電車で青森駅まで来るともう、はい、すごい多分人だらけだと思うんで、青森駅は。具体的になりましたね。はい、はい、早ぶさで行きましょう。なるほど、なるほど。そういう感じでねぶた祭り。はい、では次、私の出身の、一緒に流れてます。はい、八戸三社大祭、これはですね、ねぶたって結構その国の重要無形民族文化財に指定されてるってよく言われてるんですけど、実は三社大祭もそうなんですよ。なんかあんまりこう知られてないというか、青森といえばねぶたという印象が強いので、私的にはちょっと悔しいなと思いながら過ごしてるんですけども、この三社大祭はこの三社って書いてあるんですけど、この3つの神社の神輿行列と豪華絢爛な27台の山車、山車とかいって山車と言います、が中心街を運行し、お囃子の音色と引き子たちの掛け声が響き渡りますということで、これはですね、写真で来ますかね、ここ山車って書いてありまして、この山車の上にこう人形とか歌舞伎の人形とかいっぱい乗っていたり、あと仕掛けとかもあって、こう煙がふわーって出たりとか、そ、ね、はい、これが山車ってやつですか。夜になるとこうライトアップされたりして、すごいんですよ。これは私が小さい時からずっと所属していた吹上出し組というところで最優秀賞というか、それを結構いっぱい賞を取ってるんですけど、遠山の四天道場題材にこれ作ったところですね。はい、大祭、これもなんかもうねぶたぐらいっていうか、ねぶた以上の迫力がありそうですよね。そうなんですよ、すごいでっかくなったりするよね。なんか伸び縮みするんですよ。伸び縮みするんですよ、これ。伸びるんですか。なんていうか、でっかくなるセリアがあるっていう。なんかそんな感じだよね。伸びるところが見たいね。伸びるところもしよあったらあればですね、はい、でこれの由来は豊作祈願秋祭りがもともとで、この江戸時代にですね、なんかそういう飢饉だったりこう日照りが続いてとかそういうのがあって、ここでこういう祈願が続いて、それがどんどん変わって変わって豊作大祭になったと。もともとその一番最初がですね、三社っていうのが長者山と神明宮と尾上神社の3つなんですけど、この三社っていうことをちょっと覚えててください。この三社っていうのが後でまた違う県の祭りでも三社っていうこの3って数字が出てくるので覚えておいてください。複製なんですね、今覚えておかないといけないんですよ。ポイントね。はい、で、まあ、期間がですね、前夜祭が7月31日、はい、で、8月1日から3日まで、で、後夜祭が8月4日に開催されます。で、はい、結構長いですね。アクセスが JR 東日本の八戸線、本八戸駅から徒歩10分ぐらいで、はい、まあ、ルートがあるので、まあまあ、それぐらい歩けば着くと思います、中心街なので、はい、三社大祭とねぶたは完全に期間は被んないようにはなってるんですね。そうですね、だから三社大祭行ってからこうねぶたっていうことも全然できるので、うん、ると、はい、時間も押してるので次僕のせいですすいません、はい、次、3つ目が弘前ねぶた祭り。これはもうさっきお話もあった通り、このねぶたとの違いは何なのかっていうのは、実は鉛の変形の仕方が変わっただけなんですよ。だからもともと同じものなんですね。青森の方でねぶたってなって、弘前の方でねぶたっていう言い方になっただけで、そもそも由来は同じなので、ちょっと由来は省いてるんですけど、この勇壮で色鮮やかな武者絵が描かれた扇ねぶたや組ねぶた、大小を合わせて約60台が、やーやどう、これねぶたの方だとラセラーですよね。確かに、うんうん、でもねぶただとヤーヤドーって掛け声がまた変わるんですけど、そういう掛け声とともに市内を練り歩きます。なんかそのねぶたと同じように組ねぶたもあるんですけど、弘前のねぶたといえばやっぱ扇ねぶたの方が主ですよね。で期間が8月1日から8月7日、こっちの方が長いですね。
近アクセスが JR 大本線弘前駅からすぐだそうです。すぐ、どこでないですか。調べたらすぐすぐって書いてあったすぐなんだ。じゃあ間違いないです間違いないですね。通しなくていいですね、もうね。通しなくていいなんかもうすぐどんどん行きます。お後ろに先から画像流れてるんで、ぜひね、はい、見ていただきながら。では次、五所川原の立ちねぷた。これもこのねぷたということで、鉛が変わっただけなので、もともとは同じです、うん。で、これ平成8年に1枚の設計図をもとに、地元の有志の力で約1世紀ぶりに復活をしたという立ちねぷた。高さ22メートル、重さ18トンの巨大な立ちねぷたが観光客を魅了しますということで、すごいでかいんですよ。ビル7階建てに相当する立ちねぷた。そう、だから立ちねぷたなんですよ。縦に長い。なんでこんなでかくなったかって言ったら、まあ、そこの大家主の力の象徴だったそうです。大きくした方が、あっていう、俺こんだけパワーあるぜっていうそんな感じです。地元有力者の力を。そうなんです。へぇ、面白いな。相当でかいですね。かなりでかいです、本当に。ビル3階ぐらい。怖いね、これ来たら。へぇ、子供泣くんじゃないですか、大丈夫。首多分疲れると思います。そうですね。かっこいいね。でもこのためだけに多分五所川原のこの周りとか全部電柱を地下にしちゃったんじゃないかな。このためだけにかなりお金かけてると思う。あ、そっか、もう電柱邪魔になっちゃうから。電柱とか電線が、はい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 、全部地下に引いてる。うん、地下に埋め込んじゃった。へえ。町総出でやってる、うん。すごいですね。本当でかい。期間が8月4日から8月8日でアクセスは東北自動車道浪岡インターチェンジで車40分、ちょっと長いんですけど、で、JR 五所川原駅からは徒歩5分ほどで着くそうです、はい。というわけで青森越しだったので、結構青森の祭り4つも紹介しちゃったんですけど、次は北東北ブロック、次は岩手県に移りたいと思います。岩手県ではですね、この盛岡の三叉踊りというのがありまして、約2万人の踊り手と約2000本の笛、1万数千個の太鼓がエネルギッシュに響き渡りますということで、写真出ますかね。実はこの盛岡三叉踊りってギネス記録持ってるんですよ。ギネス、そうなんですよ。世界一の和太鼓同時演奏ギネス記録っていうのを持ってて。そういうギネスがあるんですね。そうなんですよ、あるんですよ、はい。ちなみにそのギネス記録っていうのはどういうギネス、いくつとかっていうのは、あ、なん、いくつ、数ですかね。和太鼓の数的にギネス記録ってことなんですか。人とこの太鼓の数じゃないですかね、うんうん、はい、あ、その大勢の数を一気にやるっていうことです、うんうん、サンサ踊りの今動画が流れておりますね、うんうん、なんかこれ、うん、いっぱいいますね。後ろからはまだまだ来るぞっていう雰囲気がしますね、うんうん、なるほど、はい。で、これの由来は三井石伝説っていうのがあったんです。はい、ちょっと資料をですね、なくしちゃったかもしれない用意したんだけど、なくしちゃったかもしれない。ちょっといっぱい用意してきましたからね。そう、いっぱい用意してきたんですよ、はい。皆さん気になった人はネットで調べてくださいすいません、ちょっと資料置いてきちゃった。三井伝説で検索ください、検索ください。で、期間は8月1日から8月4日で、アクセスは岩手県交通バス盛岡駅で乗車、まあ、あと県庁市役所前で下車してすぐだそうです。相変わらず親切です、はい、ありがとうございます、はい。じゃあ次、あさぎなんですよ。青森がちょっと多かったあさぎなんですけど、次、秋田県、あ、来ました、はい。北東北ブロック最後の秋田県ですね、はい。秋田県では秋田竿燈まつりということで、ルーツは先ほど言ったようにねぶたと同じなんですね。そのねぶり流しということで、はい。で、この竿燈の方は5メートルから12メートルの長い竿に24から46個もの提灯を連ねた竿燈を、刺し手が手のひらや額、肩、腰などで支えてバランスを取り、妙技を繰り広げます。妙技、見た時ありますか。あります。ここで秋田出身のエリカさんでお話をします。あまり詳しくわからないですけど、はい、でもそれ持ち方っていうか、支え方もいろいろあって、うん、手で持つのが基本なんですけど、肩に乗せたりとか、うんうん、あと腰に乗せたりとか、はいはいはい、あとおでこに乗せたりする人もいます。見えますね、技術がある人は。技術がある、私も持ったことないんですけど、はい、すごい重いですよ、まあ、大きいのだと、まあ、子供用のもあるんですけど、今映ったやつ、ね、そうです。これをもう一人で持ってるバランスを、
これ持てるんですか、人が。すごいね。すごいね。メートルから12メートルって書いてあるんですよね。でかっ。やばいやばい。え、肩に乗せんの？痛い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 。え、マジで。え、口の人に染めてますよ、この人。ほう、マジか。すごい。白いな。ほうほう。これが。これが秋田竿燈まつりなんですけど、それで由来がですね、五平流しっていう、まあ元の元をたどればね、部員流しなんですけど、五平祭っていうのは、あの大ぬさってわかりますか、こう神社とかでお祓いのカンナギ見てる人は分かると思う。カンナギね、先週からずっと名前が上がり続けてます。だからそれが由来になっている、綺麗になっているそうです。はい、で期間はこの8月3日から8月6日、アクセスは北自動車道秋田中央インターチェンジから車で15分、で秋田駅からは徒歩15分ほど行ったそうです。関東大通りというところがあるんですけど、そこでもう盛大に行われます。ほうほう、はい、うん、すごい、すごい、あの今すごい人ですね。そうですね、結構心配になってる人たちが結構いっぱいいますね。そうなんですよね。大丈夫、すごい、っていう感じ。そのまま今倒した倒した倒した。大丈夫大丈夫。え、これって隣のなんか家とかにぶつかんないですか？わ、ぶつかったりも、まあ、ああ、まあ、ちょっと失敗すれば倒れちゃう。それも全然なんか見物みたいなものですから、ね、倒れるとこまで見物みたいな。これで今ガンガン倒れてますね。バンバン倒れてますね。へー、もうちょっと駆け足で北東北ブロックを紹介したんですが、はい、はい、見に行った時ありますか、どれか。これは何だろうな、まあ、なかなか北まで行くことがないですよね。だから、まあ、出身福島だもんね。そうなんですよ、だから北東北には多少のなんか敵対意識みたいなのが完全にここでもう分かれてる。そうですね、やっぱ席があるので、ちょっと名古屋の席っていうのがあって、まあ、それ以降はちょっとあんまり行こうっていう気持ちにならないみたいな、それ以降はあるんですけど、まあそれは一つ置いといて、まあそうですね、あの青森のねぶたは絶対ずっと行きたいと思いながらも、まだ行ったことがなくて、ねぶた行く前に佐世大祭も見てほしいですね。見てから、見てからのねぶたにしてほしい。そっちの方が早いんですもんね、初めて。そうですね、ツアーで行っちゃおう。三者大祭からのねぶた。三者大祭行って、その次の日ねぶた見て、その次の日ねぶた見て、最後に立ちねぶた見て帰る。もうお腹いっぱいですね。それで全部回れる。そうなんですよ。はい。ロン君は青森出身ですけど。はい。僕は高校の時はずっとねぶた跳ねてましたね。跳ねてたっていうのは跳ねとで、ああそっか、はい、普通に祭りに参加してました。跳ねとっていうのはちょっと分かんない人のために詳しく。あ、そう、跳ねと、跳ねとはこう書きます。数万人の跳ねと、カラス跳ねとっていうのがいるんですよ。なんか種類がなんかいろんな、あんま良くない種類ですよ。ヤンカック足みたいな、そういうことですか。モンスターハンターやってる方は分かるんですけど、分かんないですね。なるほど、ねぶた跳ねと、なんか跳ねとのめっちゃ賑やかなのかな、はい、あ、みんなで跳ねるじゃん。跳ねますね。で、ロン君も跳ねてた。跳ねました、友達と。普通に普通に跳ねてた。普通になんか格好して跳ねてますね、はい、跳ね方みたいなのあるの。ありますね。ちょっと出ないかな。ちょっと今やってもらおうかなと思ったけど、結構跳ねてた。こんな感じで、はいはいはい。あんまり跳ねてないおじさん、今マスク取ってもらってます。こういうおじさんがいるんですよ、ちゃんと。今の方は跳ねてなかったら別です。はいはい。なるほどなるほど。あんな感じでラッセラーラッセラーって跳ねるんですね。はいはいはい。で、声も違うし、その弘前のねぶたと青森のねぶたって、はい、青森のねぶたの方がこう、すごい力強いじゃないですか。そうですね。跳ねるのもすごい力強いし、なんか、うんうんうん、戦争とかのそういう、なんかこう戦とかそういうので凱旋ねぶたっていう風に言われることもあるそうで、弘前の方はちょっと優雅な感じでゆったりと歩いて、こんな感じで跳ねたりもちょっとしないんですよ。なるほどね。じゃあ帰ってきた兵士たちを鼓舞する感じでこうみんな来るんだ。なるほどね。そういう由来の違いがある。あ、面白いな。面白いね。そういう由来を知ってみると、自分の町の祭りの由来を知ると、うん、
書きながら楽しかったですもん。そうですよね。確かにね、こう実際こう参加しててもそういうことって普段考えないし、うん、なんか改めて知ると確かにね、もっと行くときに面白くなるかなって。そうか、えいかさんは秋田の今お祭りの、ね、はい、見てみてどうですか？なんか改めて由来とかを聞いてみて。由来聞く、まあ、初めて聞いたので、はい、まあ、そういうことだったんだっていうか、その青森とも結構つながりがあるって知って、うん、そうなんだっていう、本当は深いですね、調べてみると。エブリンの発信いいです、元気出ますよね、うん、動画見てるだけで、ね、うんうん、パワーが。今日これは作ってきてないんですけど、秋田といえば大きなお祭りがもう一つありますよね。あ、そうですね、大曲の方で。ああ、そうだね。お祭りっていうか、あの花火大会なんですけどね。はいはい、大曲の花火大会。有名ですよね。ぜひ。今ちょっと持ってますもんね。はい、ちょっと準備してました。はい。実はそうですね。あの大曲、まあ、全国花火競技大会なんですけど、まあ、花火大会、あの競技なんですよ。大曲の花火っていう。見せ物じゃなくて、はいはいはい、花火技師の競技大会、はいはい、なので、まあ、これでこの順位が決まるというか、あ、ランキングも出るんですか？ランキングも出るんです。そうなんだ。ランキングまで出るか分かんない、優勝者は決めます。芸術点みたいなのがそうですね、あっていろいろ審査する点があって、3回転半みたいな、そういうことですか？それもありますね。大体まず、まあ、芸術点とか、そういう芸術点とか、そういうのを含めて、まあ、全国の花火技師さんが集まってここで大会するっていうのが大曲の花火大会。大曲の花火大会はちなみに時期はいつ頃ですか？これ8月、今年は8月25日。25日土曜日ですね。はい、おお、はい、じゃあこれねぶたと被ってないからいけます？全然いけるじゃないですか。余裕でいけますね。はい、もう時期も後半なんですね、うん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 、夏休みですしね、はい、まあ、全国から来るんですよ、車とかで。大曲にアクセスは、アクセスはアクセスはで、あの、公共交通機関ですと、はい、JR 大曲駅から徒歩25分で、徒歩25分そういうことよね、そういうことよね。まあ、その歩くのも楽しい、楽しいうちだよね。なんかちょっと今日浴衣してるんで、浴衣で歩くのきついんですよ。青森に呼ぼうとして結構厳しいこと言いますからね。ただ、花火をこうよりよく見せるためには、はい、そういう環境にやらなきゃいけないので、ね、川沿いなんですか？そうかそうか、街中でやったって綺麗に見えないもんね。なるほど、すごいね、でもね、見ててるんですよね。近くで見たら本当に、ね、星が降ってるみたい。すごい見る回あるね。見る回ある。じゃあ、JR 大曲線に行けばいいんですかね。はい、まあ、自動車で来る方は大曲インターチェンジから10分で行けますんで、はい、車がおすすめですかね。まあ、歩くの大変な人は帰り大変って聞きますけどね。どれくらい混むんですか？めっちゃ混みますか？帰りはもう一斉にみんな帰るんで、まあ、渋滞ですけども、まあ、いいもの持って帰りながら帰り道を過ごしていただけたら。ほう、行きたいね。これはぜひ全国の人に来てほしいです。そうですね、はい、これは面白いな。有名な大会なので、なるほど、なるほど。もうそろそろツイッターも見てみますか？そうですね、そろそろ今30分になる頃なので、はい、ちょっとツイッターで上がってる情報をですね拾っていこうかなと思います。今ちょっと上がってるところで、今真っ先に入ってきたやつんさん、大曲の花火は、席の予約とかいるのかしら？席の予約席はいるのかな。近いところだと、うんうんうん、予約というか、あの、うんうん、なんていうんですか、先着順というか、はいはい、でも本当に早い人は何日か前とかに行ってるのかな。何日か前でもシートとか予約は、まあ、つまり自主的に予約ってことですか？席があるかどうかちょっと私もあの調べてないと分かんないです。場所取りっていう形で予約があるんですか？場所取りで早く行ってる人はいます。なるほどなるほど、はい、そういう風になってくるのか、はい、もう本当にいい席で見たい人は早めに行かないと見えるか取れないですね。ヒデリノさん、鈴つけて跳ねるんだよね。鈴つける、うん、そうですね、鈴つ、つけますか？めっちゃつけますよ。めっちゃつける、うん、でそれをみんな周りの見てる人が撮るっていうか、撮られたりとか落ちてるのをなんか拾っていったりするのが俺小さい頃なんか見てて、
楽しみでしたね。伝統みたいな感じ、うん、なんか見に行って、うん、跳ねると鈴落ちるじゃないですか、まあ、どうしてもね。でそれが道路に落ちるのをいっぱい拾って、うん、今日こんぐらい拾ったぞみたいに言ってました、ね、はい、その拾ったものを、うん、お母さんの友達からもらいました。どうですか、その落ちてるの拾うじゃないですかね、はい、こうやって拾ったよっていうのをたくさん拾ったからあげるってことで、いろんなくなっちゃってるってことですか。なんかどうなんですかね、もらった時ありますよね。なんか見てる人も、うん、他の県から来た人たちだと、うん、欲しい欲しいって言うからあげたりもしますね。そっかそっか、うん、確かにねぶたの思い出みたいな、うん、お土産みたいなもんか。お土産みたいな、うんうんうん、なるほどね。めっちゃ鈴ついてんですよね。めっちゃ鈴ついてます。そっかそっか、それも面白いですね、うん、じゃあ終わる頃にはない人もいるっていう俺ほとんどないですねほとんどないです跳ねても何も残ってしないっていう、うん、だからみんな始まる前に行くときはチャリで漕いで行くからカランカランカランつってみんな行くんだけど、帰りはさーって、ね、帰ってくれたら、うん、あ、今そっか、三石伝説を今ウィキペディア調べてくれた方がいますね。今正聖火さん、三石伝説調べてくれたみたいです。幕府維新の町を行く。じゃあ結構維新の頃の明治維新の頃の伝説なのかな。こちら今見てみようか。そうですね、アカウントの方で、あの笑顔311ハッシュタグの方で三石伝説のページをつぶやいてくれてる方がいるので、そちらぜひご覧になってください。エルプラニスさん、秋田のこれは関東祭りの話、僕は秋田出身です。秋田出身の方結構いらっしゃって、見てくださってますね。今ね、北東北多くないですか今日。北東北って南東北どうしたっていう状態。今日は青森推しなんでね、ちょっとツイッター上から秋田の方を見ていこうと思って。そして、NKMRTMM さん、東北三大祭りに数えられる秋田関東祭りを紹介していただけると幸いです。あ、もう実は今真っ先に紹介させていただきました。はい、はい、東北三大祭り。そうなんですよ、東北三大祭りは青森のねぶた、秋田の関東、仙台の七夕。あ、そうか。で、四大祭りだと山形の花笠も入ります。なるほどね、福島来ないですね。来ないですね、寂しくなりましたよ。なるほどね。でもこの後ね、北東北、はい、あ、南東北の部で出てくるので、この後ここで。なるほど、なるほど。説明してください。いろいろ出てますね、ひでりのさん。青森のねぶたや、ねぶたや、これすごい難しい、立ちねぶたが漢字で書いてある。そうなんです、漢字、今回はちょっと簡単にひらがなで書いたんですけど、うん、見やすいかなってこともあって、うん、漢字なんですよね、立ちねぶたって検索すると今下の方出てるかな、うん、それのちょっと下あたりかな、うん、に立ちねぶたっていう漢字が出てますね。あ、おいでます青森ですよ。本当だね、行きたくなってきましたね。ね、お、立ちねぶたこれですね、うん、笑顔311は合ってます、これで合ってます。これが八年ぶた、笑顔さん11アカウントが勝手にですね、ジンベを着ている、根本くんは彼女を募集中なので、一度ご覧になって浴衣デートしたい方はぜひご一報くださいって、これはデマですあの彼女がいないことは事実です絶賛募集中は特にあのデマですので、気をつけてください。何を気をつけるか分かんないですけど、気をつけなくていいってことですね、はい別に募集してないですから、はい、ということでですね、何の話だってなってますけども根本はコスプレしてるって言われますね。ということで、だいぶいろんな意見がですね出てますね。今あのこれまでの番組見ながら何か疑問とか、これどうなってんのってあったら、ハッシュタグ笑顔311ですね、つぶやいてもらえばどんどん紹介していきますので、はい、予約じゃなくて場所取りに行くものなんですね。はい、そうです。自分の町、市、県のお祭りの由来知ってますか。今日はそういう豆知識もお送りしてますということですね、はい、あ、でも関東の方は予約席っていうのがあるんですよ。なんだと、ちょっと、あ、すみません、詳しくわかんないですけど、予約席っていうのがあって、はい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 、何席いくらみたいな。あ、そっか、さっきまでの、まあ、大曲がりの花火は予約とかちょっとよくわかんないんだけど、関東の方は関東の方は予約席とかあるよ。はいはいはい、ねぶたもそうですね、ありますね、うん、市で予約席全部バーって国道があるんですけど、はいはいはい、そこの周りに全部作るんですよ、見れるような場所を、はいはいはい、うん、そこでお金払って見れる場所もありますし、予約できると思います、はい、あと朝早くで間に合うかななんかビニールシート敷くとか空いてるところに、道路沿いに前日からの戦いだって話が先あったけど、ね、そうですね、多分どこのお祭りもそうじゃないですかね、三社大祭もすごいので、本当に、うんうんうん、
昼間からビール飲んで待ってる人がいっぱいいますからね、もう夏の時期はこれが仕事だと。なるほど。三者大祭で私引き子を12年間ぐらいずっとやってて、引き子あの出汁を引っ張るんですよ。その時にあのそのビール飲んでお昼から酔っ払ったおじさんに絡まれることとかありました。お姉ちゃんみたいな、引き子お姉ちゃん激してるのみたいな感じで。も私ちっちゃかったんで、はい、お嬢ちゃんみたいな。あ、そうかそう。絡まれるって言うとなんかもっと危ないイメージがあったんです。本当に絡まれてたのはお母さんですね。あ、そうですか。一緒に飲みませんか。お母さんは本当に絡まれてたんです。本当に絡まれて気をつけましょう。じゃあ引き子の方は気をつけて。なんかねぶたとかでも、はい、青森市の高校生とかだとバイトでねぶた引くバイトがあるんですよ。そういうバイト引っ張る、あれ募集してるんで、青森の高校生見てたらぜひやれると思いましたよ。ファミレスでバイトみたいな感覚で、ねぶたでバイトみたいな、うん、はいはいはい、うん、面白いね。かなり力いりますけど、やれるならぜひやった方がいいと思います、ね、男の子は、青森に住んでる男の子はガンガン行こうって、うんうん、やつの桜高校生限定なんですか。そうですね、あ、でも大学生もあんのかな。でもほとんど高校生だね。うん、高校でももしかしたら斡旋してるのかもしれない。斡旋なんか多分高校に話が来てやってるのかもしれない。へぇ、そのぐらいも人でも必要だしってことですね、うん、かなり、うん、なるほどね。必要ね、うん、人で必要だよね、うんうんうん、ヤツンさんが倒れるのありなんだって言ってるんですけど、神田も神田祭りさっきの動画で人をたくさんいる中でこう、うん、バランス取ってやらなきゃいけない、うん、どうしても倒れます、まあ、どうしてもそんなに、うん、完璧ではないかと思います。許してあげてほしい。はい、許してあげてほしい。まあ、それも見物ということで。倒れるのもある意味の見物と。あれ心配だったんだけど、なんか提灯じゃないですか、はいはい。倒れて燃えちゃったりしないの大丈夫なの？いや、そのことはあんまりない。あんまり秋田ではあんまりない。ないです、ね。そっかそっか、はい。あれ電気で？電気？実は電気。実際そう。でもあれ倒れたら、まずいよ。火だったら。そういえばそうだね。火だったらまずいよ。でも昔からあるおもつぎだから絶対もともとは火だよ。もともとは火なんだけど、多分毎回燃え盛っちゃって、だってさっきの状況だったもん、うわーってなるっていうことかもしれない。秋田のもしあの関東祭り詳しい方いたらぜひ教えてください。あれは炎なのか電気なのか、むしろ炎だったらあの本当に大丈夫なのかっていうこともぜひ教えてもらえたらと思いますね。はい、いろんなお話で出てきてますね、はい、じゃあもうそろそろ南東北行きますか。じゃあ移りますか。南東北行きますか、はい、お待ちかねの、お待ちかねの南東北、はい、では南東北ブロック、ね、一番最初は山形県。山形といえばその四大祭りとなると山形花笠祭りが加わります。この花笠祭りは華やかに彩られた山車を先頭に鮮やかな衣装と花笠をあしらった傘を手にして手にした踊り手がこの舞を繰り広げますということで、今映像が出ましたね。この方、はい、花笠、花笠持ってるやつが花笠ってことですよね。あ、盆踊りみたいなのかも。うん、うん、カレーですね。お父さんとして結構カレーですね。なるほど、由来は実は結構花笠祭りは新しくて、うんうん、この明治大正時代にこういろいろ作業するときにこう歌を歌いながら作業をしていたっていうのがあって、 その、はいはいはい、それが由来になるそうです。ほうほうほう、はい、結構新しく明治時代の頃に作業してた人たちが作った踊りなんですね、はい、なるほどなるほど。で期間が8月5日から8月7日、うんうん、でアクセスが山形駅から徒歩10分から20分で、山形自動車道山形蔵王インターチェンジ15分だそうです。はい、山形蔵王、うん、仙台にも、まあ、宮城にも蔵王あるんですけど山形にも蔵王あるんです、うんうん、はい、山形蔵王です。蔵王のね、占有権ですごい揉めたりするんですけどね。あ、そっか、青森と秋田の白神さんち十和田湖問題的な、あ、それがもう問題としてあるんですか。なるほどね、はいはいはい、なるほどなるほど。長瀬祭りこれ結構お父さんたち目立ちますけど、なんか大人が多いですね。女の人が踊んなきゃいけないみたいなことはないんだ。ないですね。もともとが作業ってことだから男の人も女の人も関係ないようなのかな。なるほどね。
長澤まつり。これなんか NTT グループでやってみたいで、多分働いてるお父さんたちが繰り出されたんですよ。借り出されたんですかね。完璧ですよね。仕事終わった後にやってるんじゃないですか、多分で。そうかもしれませんね。みんな完璧です。お父さんたち借り出されたんだったら本当に立派ですよね。相当練習してる。練習したらすごいですよね。みんな NTT の社員とか。まあ、シェルカさんが、まあ、張ってきてやってるっていう浴衣着てやってる。 NTT たちじゃないですよ。だけじゃないですね。全然違いますよ。たまたま NTT 祭りじゃないですか。今たまたまそういう方が多かっただけなんですね。はい、ビデオとかもあるんですね。っていう感じですね。次はお待ちかねの福島県に行きたいと思いましたね。宮田好き福島県です。福島県のお祭りちょっと2つお知らせするので、一応2つということで、地図だとこんなところにありますという紹介したいと思います。ここが福島市で、ここでわらじ祭りがあります。で、次が笑顔311でも中継を今度行うことになりました、はい、野馬追祭りがですね、野馬追はですね、3カ所でやるんですよ、うんうんうん、相馬市と南相馬市と双葉郡の3カ所でやるんですよね。これ調べるまで知らなくて、1カ所でやってるものだと思ってたんですけど、結構実はで3カ所で同時にやってた。いや、日にちで変わるみたいですね。旅も野馬追って3カ所でやるんだねと言ってますね。言ってます。旅どこ行ったんですか。旅そこに行きます。ああヨーヨー持ってますね。ヨーヨー、はい、じゃまずはわらじ祭り。そうですね、ヨーヨー持ってます。はい、旅、はい、わらじ祭り復活しました。初日はですね、じゃあまずはわらじ祭りの紹介、はい、長さ12メートル、重さ2トンの日本一の大わらじを会場に奉納した後、先生わらじ音頭を華やかに合わせて華やかに踊ります。はい、さらにこれすごい気になったんですよ、ダンシングソーダナイトやわらじ競争などイベントが盛りだくさんっていう、何なんだろうってこう調べながら思ったんですけど、ダンシングソーダナイトのソーダがひらがなってとこがポイントなんですよね。ここなんかこのまあ、わらじ競争は子供たちがこう競争するんですけど、うん、ダンシングソーダナイトとかはなんか結構ヒップホップ調だったりレレエ調の結構現代アレンジな感じのなんかやるみたいです。書いてあるのを見ただけなので写真を見たわけないのであれなんですけど、ダンシングソーダナイトについてこれちょっと気になるんですよね。もし情報を持っている方がいたらぜひ笑顔さん11ハッシュタグにお寄せいただければと思います。はい、しかしわらじでかい。かなりでかいね。かなりでかいね。ビビるくらいでかいもんね。さっき根本さん知ってました。いやだから僕実はね、あのいわきのいわき市というところ出身なので、あの福島市は実は遠いんですよ。あ、実は今まで知らなくてちょっとびっくりしましたね。こんなでっかいわらじがある福島にあったんだっていうね。もはやわらじじゃない。もはやわらじじゃない。わらじ引いてるもんね。引いてる引いてる。すごいね。走ってますね。わらじ走ってわらじ走ってた。あー、へえ。わらじ競争。私文章で見ただけだったのに子供って書いてあったんですよ。子供ですかねこれ。結構大きい、大きい男の子ってことですか。大きい、いわゆる。はい、ダンスもバラジ入ってダンスしてるもん。これがダンシングソーダナイト。すごいこれ気になるんですよね。これ仮装してるね。いろいろいます。パンダいますよ。意外と可愛い感じで面白いね。ノリノリですね。なんかわらじ祭り面白そうですね。これね、今年もやるんですよね。やります。今年はですね、うん、8月3日から8月4日の2日間ですね。そうそうそう。はい、なるほど。アクセスの方が JR 東日本福島駅から徒歩約10分ほどで着きますので、はい、そうですね、はい、福島駅にはね、新幹線が通ります。そうなんですね、はい、はい、通りますね。なんでそんな恨みストーリーですか。悔しいんです。福島駅と郡山駅にはバッチリ通ります。ただは我がいわき市には通りませんので、スーパー日立で来てください。わースーパー日立、そうですね。いわきってどの辺ですか。いわきはこの辺ですね。相馬があって、南相馬があって、この下あたりです。だから実はあのこの後話そうと思うんですけど、いわきにもあの野馬追に近いお祭りがありますね。お、はい、では野馬追の方に移りましょう。はい、相馬野馬追祭り、先ほども言ったように笑顔311でも中継をしますので、こちらの宣伝も後にしたいと思います。はい、
さっき覚えていてくださいっていう3という数字、ここでまた例なんですよ。相馬三社、3つの神社の合同霊祭に合わせて行われる行事、はいはいはい、で500機余りの甲冑姿の騎馬武者が集まり、馬を散らせ競い合う勇壮なお祭りということで、騎馬武者が出てますね、うん、すごいこれいいね、うんなんかこう昔の話とかで結構3つの神社が関係したりしますよね。3つの神社がこの場所が3か所あるって言ったじゃないですか。で、この相馬の中村神社と相馬の太田神社と小高神社という3つの神社でこう日にちによって場所が変わるということが確か書いてあったんですよね。期間としては7月28日から7月30日。これちょっとすぐですよね。そうなんですよ、すぐなんですよ。はい、で29、30日はちょっと29、30、28、29だに中継を行いますので、はい、はい、3日間で本当違うみたいな感じのことを、1日目が宵祭り、うんうん、2日目が本祭り、うん、3日目が野馬がけでいいんですかね、これ読み方が。野馬がけですかね、はい。野馬がけ。もう出てますね、確かに。はい。はい、野馬空がえ吹いてる。さっき見て、すごいね。ガチでもう走ってたもんね。うまいね。じゃあ、でかっ。こんな感じなのかな。これは明後日から。すごいね。明後日から中継に行くんですよね。そうなんです。ということで、この相馬野馬追い、気になった方はぜひね。はい。笑顔311のチャンネルで。はい。放送するの、配信いたしますので、めっちゃ迫力ある、うん、ありそうだね。甲冑競馬ですね、これが。甲冑競馬、かっこいいな。うん、いやこれは見栄えあるだろうね。これは痛いね。甲冑競馬。すごい。なるほどなるほど。うんうんうん。どうですかね。実はですね、うちのじいちゃんが。うんこの役をやったことあるんですよ。お、乗ってたんですか。野馬追いとは別なんですけど、やぶさめって知ってますか。ああ、やぶさめ、はいはいはい。いわきの方だとやぶさめって言うんですよね。で、やぶさめで毎回その上に乗る人って町内会の人とかから出すんですよ。で、まあ、僕、そうだ、いわきっていうか、そうですね、これは結構町の人で、僕のおじいちゃんは古殿町ってとこ出身なんですけど、古殿町のやぶさめの人を一回やって、すごい練習して、馬乗りながら、矢引くんですよ、はいはい、矢引く練習して、はいはい、本番でちゃんと的割りまして、おーすごいだから記憶に残ってるんですよ。だからその福島県の浜通りの方には、この野馬追いとか流鏑馬とかっていう習慣があるんですよね。これすごいすごい、馬乗りながら、こうやって、あ、今やなかったんですけど、なんか、弓を引くんですよ。こんな、すごいね。馬うるか。へぇー。戦ですよ。すごい。さて、というのがありますね。すごい。アクセスがその3カ所で異なるんですけど、はい、相馬市の方だと JR 東日本相馬駅から徒歩5分、まあ、他って書いてあるんですけど、うん、あと2カ所は。すいません、他ってことで省略しました、はい、すいません、場所が足りなくてすいません。じゃあ続きはウェブでってことですね。続きはウェブで、はい、検索しましょう、はい、なるほど。じゃあ東北6県最後の、はい、宮城県に移りたいと思います。宮城県、我が宮城県来ましたね。さっき我がばっかり言ってますけど、はい、南東北6宮城県、宮城県といえばその東北三大祭りの一つ仙台七夕祭りが一番有名ですね、はい、毎年200万人以上の人が訪れ、100万人、吹き流しや仕掛け物など趣向を凝らした竹飾りがアーケードを彩ります。これですね、はい、竹飾りすごい、本当に、うん、人がすごい、人が本当にすごい。だってアーケードがもうびっしり ね、 ねなっちゃうからね。この時期はものすごい量人来ますからね、うんうん、ちなみに由来とかそうですね、さっきから由来省いてたんですけど、後で聞きたい人はちょっと声かけていただきたいと思います。ちょっと時間がちょっと足りないかなと、ちょっと省いてたんですけど、はい、まあ、諸説が若干あるらしいんですけど、はい、伊達政宗かもしれないって感じで、伊達政宗がまあ奨励したと言われているらしいです。で、この DJ の上達のためにこう奨励をさせていたというのが、はい、由来となっております。
はい、なんかレポート、うん、はい、うんうん、なんか男の子もこう字が上手になるようにとか、まあ、女の子だけじゃなく子供たちみんながそういう技術がこう、 うまくいきますようにっていうお願いが、こう短冊にいっぱい書いたりとかをしていたそうです。でそれが始まったのがその伊達政宗の時代からと言われているので、伊達政宗が奨励ということになっております。すごく見た覚えがある景色ですね。なるほど、はい。ちなみに期間は、期間は8月6日から8月8日、はい、でアクセスが、地下鉄東西線広瀬通り駅から割とすぐですね。8月5日には花火大会もあるので、はいはいはい、とても混雑します。そうですね、もう綺麗とかそういう問題じゃなくて人がすごいです。悪いこと言わないでください。一応花火も綺麗です。花火も綺麗なんです。花火も綺麗ですけど人混みもすごいです。具合悪くなってもう大変だったことがあって、はい、具体的なエピソードが出てしまいましたけど、はい、泉帰りたかったのに、はい、台の原で降りるという。そうですね、5日あたりは本当に混雑注意した方がいいですね。辛かったです本当にこれは、はい、なるほどね。アクセスは、はい、アクセスは、はい、はい、こんな感じで。もう一つ宮城県はお祭りがありまして、はい、まあ、こっちはもう仙台駅から見て、まあ、西口の方じゃないですか。はいはいはい、はい、東口の方にもお祭りがありまして、あ、はいはいはい、仙台すずめ踊りというのがあります。すずめ踊り、多くのグループがさまざまな工夫を凝らしたビーチ亭やお囃子を競い合う絢爛豪華なお祭り。夜のフィナーレでは観客も一緒になって総踊りで町人踊りが一体となるということで、スズメ踊り、ロン君見たときありますか？僕ないんですよ。絶対ない。絶対ない。あります？絶対ないってないけど、うん、見たときないけど、うん、見てあげてください。もうね、今東口行くと、あの、まあケースターあるじゃないですか、うん、クリニックスタジアムまで行くところにもう上りが、あ、そうです、上りがありますね、もう立ってますね、うん、もうスズメ踊り、うん、ポスターとかブワーって貼ってますからね、うん、これ結構ちっちゃい子からね、みんな踊るんですよね、うん、でこの実行委員長さんとちょっと僕知り合いなんですけど、マジっすか、なんかすごい、めっちゃ気合い入ってます。はい、かなりなんか人生かけるぐらいの勢いではやってますので、やってやるのと、はい、ぜひ皆さん行った方がいいと思いますよ。なるほど、はい、これの由来はですね、うん、まあ、仙台城 の、 この移転の式典の後の打たれの席で、まあ、堺の方の出身の石垣作りの職人さんが踊った様子がこう餌をついばむスズメに似ていたっていうのと、あと伊達家の家紋も勝手にスズメであることからこうスズメ踊りと呼ばれるようになったそうです。これが由来だそうです。で期間は7月28日、29日とこちら野馬追と被ってるんですよね。被ってますね。野馬追に行けない人は東口へ東口行けない人は野馬追へ。むしろ東口に行きながらユーストリームを iPhone で見るみたいな感じで、確かに、で我々笑顔さん一日の、ね、チャンネルを見てもらえば、はい、無敵じゃないですかね、はいはい、アクセスは JR 仙台駅から東口すぐです。すぐです、目の前の通りに2回目通ります。本日2回目のすぐに来ましたね、はいはい、再開発中の東口です、はい、そうですね、はい、もう徒歩何分なくて大丈夫ですからね、はい、はい、で以上なんですが、うん、はい、今回紹介した、うん、他に、はい、イベント中継がそのあると思ったんですけど、そのうちの一つが8月4日三陸大船渡夏祭りを中継させていただきます。でこちらではかがり火やいさり火5000発の花火と海上田中とのイルミネーションが幻想的な世界を演出する。海上田中、どんなものなのかこうあんまり写真がこう見つけられなくて、いい写真が、はい、分からなかったんですけど、はい、気になりますよね。8月4日に中継するので、今ご覧になっているこのチャンネルでぜひご覧ください。開催場所はですね、大船渡港や物田岸壁だそうです。はい、岩手の祭りですね、うん、であともう一つイベント中継をするのが8月9日から8月10日のイッツフェスですね、はいはい、ステージで盆踊りが行われたり、24時間配信の時にも出演していただいた飯島由香子さんの弾き語りを予定しているそうです。聞きたいですね、生で聞きたいですね、はい、そこに。そうなんです。でもうイッツフェスというのは五ツ橋のことなので、開催場所は五ツ橋公園、はい、ありましたね、はい、8月9日から10日に。そうなんです。こ
ちらもその中継いたしますので、はい、はい、ぜひ、まあ、直接、まあ、見に行けたら一番いいんですけど、まあ、行けない方はユーストリームでぜひぜひご参加ください。なるほど、はい、スペースの CM を見つけてしまいましたね。 CM があるんですね。去年じゃない、なんか去年のですけど、なんか去年の CM、 これはいいですか、流して、いいですか、いいけど、ああ始まり方が斬新ですね。斬新、確かに斬新。ああ緊急地震速報の話してますけど、何してるんですかこれ。何してる、なんかこれがイツフェスの去年のこれは実行委員の皆さんなんですか。そうですよね。そうそうそう。これいいんですか、許可なく。まあ、ちょっと場所っぽい。ああ、そうですよね。おなか畑山さんですね。ハイブブリッジの代表です。まさにここですね、本当に。まさにここですよね。なんか歌ってますね。ちょっとじゃあ、そうですね。イツフェス気になる方はぜひ、あれですね。はい、イツフェスで YouTube で検索していただければ、イツフェスですぐ CM 出てきます。竹山さんの異性も聞けますので、はい、ぜひご覧ください。歌ノリノリですね。じゃあこちらぜひご覧ください。今年は CM あるんですか。今年はない。今年はみんなが作る。みんなじゃあ僕らが作るしかないかな。じゃあちょっと検討しましょう、はい、ということで、だいたい配信の、はい、まず紹介とイベントのスケジュールも以上という感じですかね。ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、また質問などなどが来ていますので、ちょっとそれはスタジオに移しますかね。どうしましょう。あと2分ぐらいで終わっちゃうんですよ。2分で終わりますか。そうなんですよ。最後に1個だけ紹介させてもらうと、はい、仙台朝市今所製菓の2011の七夕飾りちなみに金賞です。おということで、すごい、今所製菓さんおめでとうございます。そうか、あれも競ってるんですね。そうなんですね。そうか、すごいですね。今年もちょっと見に行かなきゃですね、これはね。スズメ踊り、ちょびより大歓迎ですってありますもんね。なんか、そういうのもあるらしいですね、噂によると、スズメ踊りはなんか飛び入り、いきなり入った、はい、なんか、はいはいはい、はいはい、ポンとそれもいいですね、うん、ということで、はい、ここまでイベント盛りだくさんですね。そうですね、トークロッケのお祭り紹介していきましたけども、はい、どうですか、じゃあロックから感想聞いていこうかな。そうですね、岩田さんのものすごく詳しい紹介を聞いて、いや、はい、ここまで準備してると思わなかったです、それが、はい、正直それがびっくり驚いてます。メルマも惜しいです、はいはい、頑張りました、でしたね。いや、でもこれ、はい、時間足りないですよね。もっと大きくやってもいいくらいだと思う。まだまだちょっと、ね、うん、掘り下げられますね、うん、時間ないと思わなかった。確かにね、面白かった。一人出身地で一人一件ずつぐらい番組持てるかもしれないですけど、うん、もしかしたらね。そうは岩手ですよね。他にもいっぱい持てるとこがある。すごかったです。ありがとうございます。エリカさんどうでした。いやなんか私も、うん、なんかほとんど行ったことないお祭りだったんですけども、うんうんうん、やっぱり見てみると行ってみたいって思いますね。そうですね、うん、本当にね、実際に見てみたいですね、うん、写真、そしてわらじ、迫力っていうか、うんうんうん、やっぱり実際見ると違うと思うんで、うんうんうん、機会があれば行ってみたいですね。そうですね、はい、ということで、さあお時間がやってまいりましたので、はい、じゃあですね、あの続き庭田の熱い思いと、はい、そういうのはまたアフタートークに回してですね回します。なので、まあ最後にですね、まあ、まとめとして、まあ、今日、まあ、こうやってどんどん見てもらったところで、結構皆さん東北お祭り行きたいなって思った人たくさんいると思うんですね。そういう方はぜひ来てください。そうですね、あ、来る際は公共交通機関を利用してご利用していただけると、はい、遠くにね、たくさんお金が落ちますので経済も回りますということで、はい、そうですね、公共交通機関を使う際は、まあ、今日岩田が詳細にですねアクセスも紹介してくれたので、はい、お祭り行きたいなとなったらぜひ江川さん11の今回第65回のアーカイブを見てもらえば、はい、全て分かる仕組みになってますので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。ということで、はい、お時間がやってまいりましたので、はい、じゃあ今日は第65回イフアヤマひとまず終了ということで、はい、ではじゃあ最後に浴衣女子から、浴衣女子から最後に番組の終わりのご挨拶をねしましょうね。はい、
カメラマン寄れますか。はい。寄らなくていい。寄らなくてもいい。最高画質でやります。はい。はい、今週もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後の録画なしのアフタートークもぜひご覧ください。はい。はい、来週もお楽しみに。さよなら。さよなら。明後日はお祭り。明後日は野馬追の祭りです。そちらもぜひ見てください。ぜひぜひ。